ちはとちょっと雪あってね、まだ寒い雪山なんでね、うん、これだけど何か感じたから撮ったんだよね、うん、あれって当然2秒の間に映ってる、もうすでにね映ってる、これはメーターなの、車のメーターなんだよ、これはないです、これもないです、これもないし、うん、重戦の母船なんだよね、うん、こんなのないからね、こんなのなかったからね、雪山のところに降りてきてね、一瞬でね、あと流してもらって、あのその装置を使ってね、うん、ちょっと今回はそう、これだって絶対も全然映ってないですからね、これね、あの一瞬でやった時何にも感じないと思いますよ、まあ一瞬なんかちょっと光があるかなっていうのがあるかもしれないけど、はい、いきますですか、これもうこれこう、はい、ここ今ちょっと一瞬光出たけど、これこんなもんですよ、何もこう、あ、あ、こう、まあ、そうね、はい、と手で送りますね、うん、ね、これ剥離ね、いろんなものがね、いっぺんに見ちゃってるからね、うん、こう、剥離の顔剥離顔ね、ほらほら、顔の心、ほらほらほら、こっち来た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 、これムーミンみたいなね、ムーミンね、だから僕はね、こういうものもね、施設からこの画像は何かって、ね、準備ですよ、うん、これここね、こういうの、うん、剥離まで、もう、うん、連れておいでと、うん、だからあれニール飛んできたニール君がここだ、ここの場所、うん、これも顔でしょ、これ竜の顔だから、うん、ちょっとムーミンになってきてるけどね、うん、だけどこれいうのかになってますよね、だってさっきあのあれじゃ止めなかったら分かんないでしょ、これこれこれ、うん、ね、うん、ムーミンなんだからね、うんうん、ムーミンってカエルのね、これカエルみたいな、いっぱいこれいっぱい出てきて、これ顔いっぱい、場所に皆さんをお連れしますと、うん、ね、はい、天気のいい時にね、腰がありましたって言ったじゃないですか、これ動きますよって言って動かしてくれる、これ、うん、あのね、うちの奥さん連れてて降りてきた場所、うん、上からさ、うん、あの皆さんの近所に住んでる人もいるんだけど、誰もほら田舎だから分かんない、そう、ミステリーサークルすら分かんない、多分ね、分かる、ちょっとね、見づらいだけど、こういうものさっきの、あ、一緒に真っ暗闇で何もなかったでしょ、こういうのって写真を写すんだよね、だから前言ったようにいろんなもので画像を見せて、これ写真どう見ても男の人と女の人の画像であってね、こうこれなかったよね、さっきこんなのね、だからこれはっていうの、うん、一つね、うちも漏れがない、これこれね、うん、これな、初めて行ったっすね、ね、光 ね、うん、ね、そうこれなかったでしょ、さっきの、そう、スピードメーターとか、ね、降りてきたと、うん、顔だよね、
写真というかその画像を写して。これ光が。怒られたですよ、うん、UFO じゃない、うん、そういうね、うん、あれではないんだと、うん、でね、うん、宇宙人ですかって言った時にも怒られたのね、うん、違うと、うん、ね。でね、俺ね、ちょっとね、光のためのことをちょっと触れたいなと思ったので、いいですか。光のためっていろんなものに出て、実は出てきてるんだよね、うん、童話でもなんでも、まあ、はっきり言えば天狗であり、カッパであり、うん、ね、あの形っていうのは、例えばこの大気がね、この大気が合わない、合わないっていうか、そのあれでこういうね装置みたいな口に、それがくちばしみたいなこう見えたり、で空を飛ぶ時は羽ついて、まあ昔の人はうちらを見えてたとかって言ってたからね、その光ためは、うん、だからそういうのを見てそういうものを描いたのかもしれない、どう思いますか。であのカッパは同じだよね、うん、でね、この力を使う光、光、俺に頭も丸めなさいと光を観察させて、まあ水をためとかとか、水だって何すっていう、水は竜だからね、だから竜族っていう、で普段はこう頭巾みたいなこうかぶって、それを取った時に今のコスチュームか分かんないけど、会った時はね、初恋の相手に会うようにね下を向いてくって。はじめまして。そうね、まあ、恥ずかしいの半分とね、うん、怖いのが10%。おおね、うちの奥さんにもね、おっかない顔したあんたはね度胸がないって、うん、で降りてきた時も、うん、俺は一歩出れなかった、うん、で奥さんはだけどそれでその光を今でも自動販売機だと思ってんだよね、一歩出なかったから、うん、自動販売機の人たちとかね、いないね、そういうのね、だからそういう現象が、うん、もう一つさ、ちょっと愚痴言っていい、うん、ちょっとこの場を使うと、うん、俺ね、やっぱり最初こう会ったり見たりした時に分からないから専門家訪れろ、訪ねていくわけでしょ、うん、まあ、テレビの某、テレビの何とこもあって見せし見せて、うん、そのね、いや、すごいですねってみんな言うんだけど、そして、ここに来たら会えますから会ってくださいって言って、何て言ったと思います、会ってどうするんだって、はっって、うん、その意味が俺分かんなかったな、こういうふうに流したらみんなのところにすぐ届いて、みんなのところに行ってみんながそれを共有できてとかいろいろ思っちゃうじゃないですか、いいことがあるかもしれないとかって伝えるでしょ人って、ね、光の民、ウルトラマンだよ、ね、光の国からやってきたって、そうそうそう、こうヒュッと流したらいいよ ね、 ね、ちょっと普通じゃないね、そしたらこうパラパラってこうあれ違ったと思って ね、 ね、もう串刺しにされてる、ね、画像全部です、ありがとうございました。